こんにちは、こんばんは、めぐこです。今日は普段の編み物とか毛糸とかの紹介ではなく、靴下を編んでいるわけでもなく、文房具をね購入したので、購入品紹介文房具編になります。よろしくお願いします。最近横浜に行く用事があって、その時にロフトに寄ったんですね。で、目的がほぼ日手帳2022、こちらを購入するのが目的でロフトに寄りましたね。なんで私は去年からほぼ日手帳を始めているんですが、実はねサボり気味であんまりかけてなかったんですけど、でもねちょっとやりたいこととかもあるし、ちょっといろいろ書き込んでいきたいなっていう気持ちはずっとあるので、ほぼ日手帳をまた買いましたね。三日坊主にならないようにね、ちゃんとやっていきたいなとは思ってるんですけど、それはさておき、ほぼ日手帳をね手に取って、でさあお会計しようかなって思ったんですけど、ペンがちょっと欲しいなーって思ってペンを見に行ったら、まずこちら、じゃーん、ハイブリッドのラメペンですかね。ペンテルのハイブリッドの、なんて読むのこれデュアルメタリックかな、デュアルメタリックって書いてありますね。こちらを買いました。見る角度によって色味が変わるとか、あとね白い紙と黒い紙に書いた時で見え方が変わるって書いてあって、ちょっとね私黒い紙を用意してないので申し訳ないんですけど、白い紙に書きますね。すごい綺麗なんですよ。よいしょ。わかりますか？メタリックなの。ぐる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 ばっかり書いちゃうんだけど、あー綺麗、ピンク。ちょっとねちょっとカメラに綺麗に映ってないけど、すごい私には綺麗に見えてます。カメラにあんまり映ってないかな。あとなんかタグみたいなのがちょっとおまけでついてる感じですね。ギフトタグ5枚入りって書いてありました。で、これ色の種類が2種類あるのかな。そうですね、こっちとこっちでちょっと違うんですよ。ここの表示が、こっちはなんか、オレンジプラスメタリックイエローとか、こっちはバイオレットプラスメタリックブルーとかって書いてあるんですけど、こっちはそういうなんとかプラスって書いてないですよね。トワイライトバイオレットとか、オーシャングリーンとか。ね、そんな感じで、すごいなんか派手派手なんだけど。で、書いたやつがこんな感じです。すごい綺麗。ね。つい買っちゃったけど、これをどうやって使おうかっていう感じなんですけどね。
めっちゃ綺麗です。ね、ちょっと手帳にね何かしら書くときにも使えそうなので、よいしょ、買ってみましたね。ハイブリッドのデュアルメタリックでした。そしてまだありますよ。じゃーん、こちらゼブラのノック式水性カラーペン、クリックアートという、クリックアートか、クリックアートと、これクロッキー塗り絵付きってやつをセットをまず買ったのと、これだけじゃなくて36色のセットも買っちゃいました。これはね、ちょっとこのクロッキーが可愛いんじゃないと思って、ちょっとね衝動買いですね。まだね開けてなかった。これ水玉さんというイラストレーターの方ですかね、のセレクトの3色と、その水玉さんの描いたイラストのクロッキーが入ってます。かわいい。で、こんな感じですね。これ箱にもね色塗っていいかもね。で、ここが塗り絵かな、ここが塗り絵になってて、あとはクロッキーですね。ちょっとねまだもったいなくて使えないんですけど、もったいなくて使えないんですけど、ちょっとどういうことかというと、これキャップがないんだけど乾かないらしいです。で、色も綺麗でにじまないんだって。こう、こんな感じ、重ね塗りしてもにじまず綺麗って書いてあるね。すごい、ちょっと今噛んだけど、ちょっと書いてみるね。じゃあちょっとこうやって書いといて、なんか赤の後に黄色で書いても大丈夫なのかなっていうね、ちょっと青いところに黄色で書いても大丈夫かな。若干色が変わるかなって感じだけど大丈夫かな？ね、汚くならない。で、あんまり濃くしない限り裏写りもしないですね。これは普通の、なんていうの？普通の紙です。これ1本100円なんだって。で、今書いたのがマリーゴールド、ペールブルー、赤っていう色だったみたいです。ねえ、のんちゃん。はい。で、こちらの箱は、これがね、こうやって立てられて、で、蓋を開けると、このように取り出せると。へぇで、もちろんね、赤とマリーゴールドと、これかな、マリーゴールド。うん。あと、ペールブルーも入ってるかな。これペールブルーかな。
はい、同じ色が入ってますがこれは黒き目的で買ってるから色が被るのはしょうがない。で、よいしょ、チェリーピンク、うん、かわいい。で、サーモンピンク、普通のピンク、ピーチピンク、ベビーレッド、やばい、いろんな全部の色試したいじゃんね。かわいいです。ね、これも手帳にね、いろんな色で描けるので、ね、ちょっと衝動買いでね、ちょっとね、1本100円で30何本だから3000いくらとか結構買っちゃってますけど、あ、そういえばさっきのメタリックのやつはいくら？あ、2000円だった。こっちはね、これは2000円って書いてある。で、これは36色だから3600円だね。3600円で、こっちのクロッキーのやつが1200円。うんうん、ですね。これ一応インクの色が全部ここに書いてあります。すごい、こんなに使うかな使うかなと言いつつね、まあまああれば使うかもしれないしね。そんでね、そんでですね、まだあるんです。はい、エモットってやつかな。エモット、ユニのエモットユニ、あの三菱鉛筆ですね。三菱鉛筆の水性サインペンエモットです。ちょっと猫がね、ゲージから降りた音ですよ。エモット、なんかすごい、あの、なんだろう、色がね、カラーライナーなんていうの、カラーライナーってここに書いてあったか読んだんだけど、あの色がなんかいろいろ色がいろいろあります、ね、これも全色欲しいなって思ったんだけど、さすがにね、8000いくらとかは払えないので、ちょっとね、こんな感じで。これね、これは5本でいくらだったんだろう。これ1000円ぐらいなのかな、覚えてない、書いてない値段が。とね、これね、すごいね、いいなって思ったのが、あともう一個あった、もう一個あった。これもあった、これもあった。これも、なんか色が、なんかちょっと可愛い、秋っぽい色で、秋らしい色で、可愛いなと思って、ね。とりあえずこれを開けてみますね。あ、ここね、見て見て、耐久性のあるペン先。ペン先が潰れない、割れない。細い線が描き続けられる。で、水性インク、耐水性、裏抜けしない、にじまないと書いてあります。で、これでね、なんかお絵描きをしているみたいな感じのなんかが見本みたいなのがあって、すごい、あの、なんだろう、塗り絵とかにも使える感じで、なんかすごいいいなと思ったんですよ。これは蓋が、ペン先はこんな感じですね。これは
色番なのかな、色の名前はついてないのかな、あ、ついてるんだね。これはグレーです。レッド、グレー、ストローイエローって書いてある。うーん、他にもこっちも書いてあるのかな、いや書いてないな。猫ちゃん。お落ちた。普通に書くとこんな感じなんだけど、この耳の最初の部分がちょっと細いじゃないですか。だからなんか線の強弱が出せるみたいな感じなんですよね。ちょっとどうしたらいいかな。こんな感じで塗っていくといいのかな。ね、謎な絵を描いてます。そう、線がすごい細いペンって感じですね。で、これもなんか色がカラーがいろいろあって。で、すごいこれで手帳にお絵描きしたら楽しいかなとか、私編みぐるみとかね作ったりとか、デザインするときに絵を描いてもいいのかなみたいな感じで、すぐハートを描く。なんかこうやって抜けます。あ、なるほど、なんかこういう風になんかペン立てじゃないけど、なんかこうペン立てですか、こういうのついてた。なるほどね、そうかそうか。こういうのをさ、集め出すとキリがないんだけど、すごい楽しいんですよね。いや、ちょっと、これね、塗り絵とかにもね、使ってみたい。ちょっと、ももちゃん、何してんの？どうしたの？そっち行きたいの？はい。ね、こんな感じで。すごいカラフルな、ね、ペンです。ペンです。細いペンです。いやー、全色欲しいね。あんま使わないんだろうけどね。ということでね、ペンをいっぱい買いました。ね、ほぼ日手帳を買いに行ったつもりが、ペンをいっぱい買っていた。そんな紹介動画でした。こうですね、こうですね、よいしょ。でね、あとね、ちょっとね、買ったものがあって、割とどうでもいいかもしれないんですけど、これバインダー、キャンパスのバインダーですね。普通の
バインダーを買いました。というのも私あの編みぐるみのね編み図をねあの昔書いたやつなんですけど、こんな感じに紙にね、あの、こう書いたりとかしてたりとか、あと、こうノートにね、あの、書いてあるのとか、結構バラバラにあるんですよ。それをね、ちょっと一回ね、全部ね、あの、ここにまとめて書いてしまいたいと思って、それでちょっとバインダーとルーズリーフを買いました。で、もうこのペンを使って、あの、編み図ノートをね、時間があれば作りたいなと思います。ということで、今回は、文房具紹介、購入品紹介でした。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。